ははい、い、えー、皆さんこんばんこば小山隆です、えー、今日はですね先日購入したこの Z5 ですねフルサイズのミラーレス、まあ、ニコンのカメラでまああのー、6とか7に比べると廉価版だというふうに言われているんですけれどもまあでもねあの写りとしてはまあフルサイズらしい写りをするということで、まあ、私も昔はニコン使ってましたけどね久々にこのニコンを手にするということでまあ7とか6行く前に、まあ、ちょっと5で試してみること。 思いましたで、えー、ズームレンズも、あのー、これ、えー、セッキットレンズですね限定の、えー、2470のレンズもセットのやつを買ったんですけれどもまあ私やっぱりこう単焦点の方がいいなと思ってこの50の1.8というのを購入しで早速まあちょっと撮影をしてきたので皆さんにご紹介をしたいというふうに思いますでまあ,あのちょっと紹介する前にですね、まあ、いくつか気になった点というのをまあ えー、話をしたいと思いますあのー、まあ写りについてはですね本当に何ていうんですかね透明感があるというかもう本当に何て言うていじらないというかこれなんかね6とまた7とこの5で、えー、センサーが違ったりして、あのー、写りが違うらしいんですけどもまあこと5について言えばですね非常にこうすっきりとした、あのー、写りをするなというふうな感じがしましたね。 あのなんか変にです、ね、演出がされないというか、まあ、それがいいなという気がしました。それからあの操作については、ですねやっぱり、まあ、これ、ちょっとちらっと前回も言ったんですけど、ここの握りやすさというのは、秀逸です。で、ここの部分は、ほぼですね、Rα の6600とかと変わらないんですね。で、えー、なんですけれども、ここですね、後ろのですねこの出っ張りの,この親指が引っかかるところ、まあ、このあたりがですね、やっぱりこう、うまく作られていて。 もうこれ持っていても重さを感じないという感じ。まあ、そうですね。アルファのセブンシリーズに比べると,ちょ,っとちょっとだけ重いんですけれども、それをね、感じさせない、えー、作りになっています。まあ、ただ操作に関して言うとですね、まあ、非常に、まあ、これ本当に、ね、まあ、なんですか、趣味というか、あの思考によるんでしょうけれども、ここのですね、えー、まあ、再生ボタン。 まあ、細かいですがね、再生ボタンがここにあるので、左手でこう操作しないといけないと。できればですね、こっちの方に、えー、来てほしかったなっていうのが、私の希望ですね。そうすると、右手だけで撮って撮影あ、撮って確認、撮って確認っていうのができると。これ、あの、実は、まあ、あの、ソニーの、えー、これはソニーの機械ですけれども、あの、カメラアルファ6600ですけれども、えー、そちらの方でも、あ、ちょっと見えるかな、えー、こちらの方に。 あれちょっと自分で確認できないな。再生ボタンがありますし、えー、実はこれ、富士フィルムもですね、あのー、まあこの GFX で、ね、えー、ここに、えー、これですね、はい、ありまして、右手だけで、えー、撮影、確認、撮影、確認、撮影、確認というのはまの、まあ、できると。まあ、そういった意味で、ちょっとですね、これはやりづらいところがあります。左手で再生ボタンに押さないといけないと。で、私は、ここに、えー、ファンクションボタンが2つあるんですけども、このうちの1つにですね、その再生を、 割り当てて、えー、それで撮影再生、撮影再生っていうふうに、まあ、そういうふうにまあ使ってますなんていう工夫もしながら、まあ、ちょっとこう、慣れていくところです。まあ、ただね、その撮影した写真についてはもう早速ちょっとご紹介していきたいと思うんですけども、今日たまたまあの出張でですね、えー、米沢の方に行ってまいりまして、まあ、あのこのカメラと一緒に行ってきたんですけれども、 えーまあ、仕事で行ったので,です、ね、ほとんど米沢観光という感じではできなかったんですけどもちょっと街並みを撮ってきましたでこれはホテルからのです、ね、朝日ですね7時ぐらいの光ですけども、まあ、冬の、ね、や柔らかな光がこう入ってきている感じです画面ちょっと暗いな,、まあ、なんかあの実際に iPad で見てるともうちょい明るいんですけどねどうしてもこの収録するときになんか暗くなっちゃいますね、まあ どっちがいいのかなちょっと微妙ですね、えー。微妙な感じでしたな。まあ、こんな感じで映ったりします、えー。光シリーズです。まあ、この辺がいまいちビジネスホテルの作りなんであれですけども、まあ、光をですね、えー、綺麗に差し込んでいてというところですね。でこれ太陽をバッチリ映してます。あの 朝冷え込むと、まあ、その米沢のような盆地だとですねすごいこう霧がわーっとです、ね、立ち込めてなんていう風景が見られるんですけどこの時間でもです、ね、7時ぐらいにもまだここに、まあ、漂っていて太陽の光もそれを受けて拡散ディリフューズしていく感じです,、ね、すごく綺麗な風景でした、まあ、その綺麗いな、ね、あのリフューズしていく感じがなんかなんていうんですかねピントが甘くなった感じじゃなく ちゃんとこうその雰囲気が捉えられてるって感じがしますね。向こうの山並みのです、ね、シルエットも美しいですね。で、ホテルを出ると隣に、えー、結構美しい紅葉がありまして、まあ、こういうのも撮りました。これこ、基本的に開放で撮りましたね、ずっと。別に解放信者ではないんですが、1.8の解放の、えー、良さっていうのをね、見ていこうと思ったんですけど、こういう場合はもうちろん絞った方がいいですね、基本的には。 えー、この辺はピンと合ってるんですけどちょっと奥に行くとやっぱり1.8でボケちゃったんですね多分、えー、全体としてはもうちょっとキリッとできたと思います5.6ぐらい絞ってよかったと思います、はいまあ、こういう写真ねあの本当に 米沢という感じは全くしませんが、えーまあ、たまたま目に入った風景で、えー、横から朝の光が差し込んでこの、えー、コンクリートのね隙間に生えている、まああのー、この芝のところにこう当たってるなんてねちょっと風景です、まあ、こういう時に、まあ、私の,そのやっぱりスナップ今練習している時にですねこの写真そのものの美しさにプラスしてこれの意味合いですよね、えー、太陽という、まあ、恵みが えこのコンクリートの内側にそのね隙間にこう生えているというこのえ芝の生命にこう当たってねなんかこうエネルギーを注入しているよかのようなまあだからあの生と死みたいなこうテーマでねえ死っていうのは当然コンクリートのえー無機質なものとその隙間にこう生きているまあ芝の生の。 感じとそこに光が当たるみたいな、まあ、そんなねあのちょっと抽象的なテーマを意識しながらこういう風景を見た時にまあ収めておくという感じですね非常に紅葉綺麗でしたねもうほんと鮮やかに撮れてます、えー、道端にこういうね、えー、草花があって、まあ、そういうのもね散歩しながら撮っていきましたこれ上杉神社ですもう今日行く時間がありませんでしたもう全く観光する時間がなくて、えー、通り過ぎました でちょうどこの時期の秋の米沢に行くの、実は初めてで、えー、夏か冬かだったんですね。で雪が積もっていると気づかなかったんですけども、この冬支度をしてまして、えー、そういうのもちょっと撮ってきました。これはもう雑草ですね。ま、1.8のこうボケ感っていうのはね、これちょっと確認できるかと思います。いや、1.8、すごいですね。 これも1.8ですね。遠目から撮ってるので、えー、そんなにこうボケが急になってなくてなだらかですけどもこの途端に当たった光のグラデーションが綺麗いで、まあ、こういうのを撮ってみましたまあでもなんか綺麗ですよねすっきりしてるというか、えー、これね塀のところからこう木がわっとね出てるような感じで、えー、黄色い、あのー、この葉っぱの色も綺麗いで、まあ、ちょっと撮ってみましたって感じですかね まあこういうガラクタがあるとまたで取ってもたくなるんですけどもこの辺の黄色い花とこのまあ人間の捨てたガラクタまあこういう堆肥もねちょっと面白いなと思いましたねうんなんか意味がありますよねここには <laughs> スナップでだから単になんかかっこいいとかきれいを超えた何かを撮りたいっていうのはやっぱりあってこれも多分組写真にした時に人間の営みとそこにまあ なんか対抗してというよりね、そ、え、ば、ー、に隙間でこう生えてるこの草花みたいな、そんな対比なんでしょうかね。えー、ス,スキがね、綺麗でした。これ、光があったって、ほんとなにいな、き、えーまあ、綺麗に輝いてましたね。えー、ピンクの子供用の自転車と、なんかポリバケツ、赤と。ちょっとこの赤が人工的、ピンクが人工的で、こういうのをね、撮ってみました。この、えー、なんか、掃除のちりとりなんかも、えー、ピンクでしたね。 で今日は山形大学の米沢工学部があるんですけども、その工学部の方に仕事で行ってきました。これ、工学部のある施設から見た、えー、古いね、校舎、えー、これが、まああのー、重要文化財なんですたっけね、なんかそれで文化財として残っていると。冬の光、まあ柔らかでね、本当にこれ、夏だとバシッとこう、影が出るところをですね、えー、なんかこういうふうに柔らかい感じで影が出てましたね。はい。 まあこれがその文化財のちょっとスナップで撮ってみました。え紅葉がね、ほんと麗でした。まあ、やっぱりちょっと温度寒いですね。えー、山形の米沢。えー、その分紅葉が先に進んでました。なんかね、これもちょっとこっから覗いてんじゃないかって、ね、ちょっと怖いですけどね。あ <laughs> の、えー、えまあテクスチャーっていうんですかね、この木のきめみたいなものと、えー、まあこのね、風合いをちょっと撮ってみました。 これも、えっ、ー、と、ここにピントを当然合わせてるんですけども、その後ろのボケ具合が、まあ、いいんですよね。で、あのー、これね、空気感をやっぱり感じるところがあるんですよ、えー。ここにピントがあって、後ろがこのボケるんですけれども、実は人間の目で見た時のボケっていうのは、これもう一回私、あの、ボケ、空気感のね、えー、動画を見直したんですけれども、 えー、カメラ部 TV っていうんですかね、えー、チャンネルでやってたのを見たんですけれども人間の目っていうのは、えー、広角レンズ1 7ミリの広角レンズでこういう日差しの強い明るいところであれば絞り11に絞ったって言ってましたかね、えー、広角 17mm まあそれただでさえボケにくいのにさらにそれを11まで えー、絞り込むわけですねでそうすると、まあ、当然ですけれどもピント合っちゃうんですよここまでバチッとでところが写真に撮った時には1.8で5 0ミ、mm、リで、えー、これ撮ってるので、まあ、後ろがこうボケるこのボケ方が人間の見ているボケよりもちょっとこうボケ方が大きいとで人間は2つの目で、えー、左右で見てますからその左右の目の、えー、まあ 視界のこう違いみたいなことで立体感を見るわけなんですけどそれよりもその見ている立体感よりもさらにぼける時にまあ空気感を感じるんじゃないかっていうのがテ、あのー、カメラ部 TV のえ仮説なんですけどもそれに従っていくとですねまあこれなんか比較的なんとなくこうね空気感が映ってる感じがえしてる気がします。結んでいるところですねこれ職人のっていうかこういう業者があるんでしょうねすごいきちっとえ結ばれてました。 えこんな感じでちっちゃなね、えー、こう木を、えー、こうちゃんと守っているという感じでした。で面白いのはねあの工学部の結構こういうなんて言うんですかね、えーまあ こう機械的なものですよね、これ。なんかそういったものも、この木でね、守ってるっていう、こういうちぐはぐさが面白かったですね。金属だったら守る必要ないんじゃないかなと思ったんですけど、ちゃんとこうね、多分窓がこう割れたりしないようにとかなんでしょうかね。重さで大変曲がったりもするんでしょうね。それを木で守ると。こういう、まあこれちょっとぐちゃっとしちゃいましたね。もうちょっときれいに取れる、まあこれはちょっと苦手ですね。この辺ぐちゃっとしちゃってますね。 かといってここだけ拡大してもあんまり面白くないっていう、まあ、この紅葉の撮影ちょっと苦手です。えーまあ、これはその冬支度をしている、えー、古い文化財の高旧校舎となりますね。それから、えー、私が仕事したのはこう新しくできたですね、100何周年というか100周年、えー、そういう記念館の、えー、ところなんですけど、コンクリートで、まあ、こんな風になっていて、まあ、コンクリートだったんでちょっとこう、えー なんかデザインチックにこうね切り取ってみました。はいということでですね、まあ、こんな感じで取、えー、ってきましたがまあよく映るんですよ。で前も言いましたが GFX の 50S2 を購入して、まあ、一応理論上はですね、えー、ラージフォーマットなのでボケは、えー、普通のフルサイズよりもボケると、まあ、言われてますが、まあ、計算をすればですね1段分もボケないんですよね。 で、一段分もボケないっていうことはどういうことかっていうと、これ例えば2.8なので、単純にボケの、まあ、換算で言うとですね、フルサイズの2なんですよ。ということは、これ1.8ですから、実はこの GFX よりも、まあ、ボケるということなんですね。で、実際撮ってみても、いや、もうよく綺麗にボケますし、なんせもうなんかやっぱり、 もうどこでも言われてますけど、Z のレンズでレンズはすごい評判がいいんですよね。え麗、ー、に映る。まあ、なんか、シャープというかですね、あのー、なんでしょうね、すっきり映るっていう感じですかね。なんか、そういう意味では、ソニーの方がちょっと、なんかこうベ、べたっと映る。ちょっと言葉悪いな。 なんか特に APS-C とかになるとまたセンサーサイズがちっちゃくなるので、えー、かなりその綺麗な会長ってやっぱ出,出づらくなるんですけれどもそういった会長も綺麗に出ているという、まあ、そんな感じがしています、まあ、私は結構この Z5 はありですねさっきの,あの再生ボタンの、ね、ちょっと操作が、えー、ないというので、まあ、それはファンクションボタンで解決もしましたし全然ありで、えー、私これは一応自分の機材として 売り払うことなくキープをしたいというふうに思っています。これね、やっぱ使えますね、相当。えー、なので、一応ですね、私の今現在のラインナップを見ると、まあ、α6600。これは動画とかね、えー、まあ、旅行用とか使いますね、APS-C。フルサイズは Z。大変ですね、マウントが多いと。で、ラージフォーマットは GFX。 えー、APS についてはもう一つ、えーね、もうついついこれで済ましちゃうんですけどね、えー、リコーの GR の 3X それからフルサイズはもう一個最近出番がなくてちょっと残念なんですけどもちょっと使いたいなと思っている、まあ、M10R ということになります。 まあこういうふうにちょっといろいろ使いながらですね、やっぱりそのそれぞれのメーカーの特色とかもありますし、まあ、使同時にやっぱりいろいろ使い分けてみて分かることをですね、これからもえお伝えしていきたいと思います。で、えー、なんせですね、あの、作例付きでちゃんと伝えたいと思うんですね。だからスペック紹介じゃなくて、あの、スペック紹介も重要、い大変、大変、 貴重だですしそういう動画もよく僕も見るんですけれどもまあ、できればそういうね撮影の作例、えー、も伴って、えー、ちょっとご紹介をしていきたいというふうに思ってますのでこれからもよろしくお願いいたします、えー、もしよかったらあのチャンネル登録といいねボタンを押していただけると大変ですね励みになりますでは、えー、今日は、えー、Z5 の、えー、まあ、えー、レビューということでお届けしましたありがとうございました。